さあ6号艇の吉川が動いてきました。ただスタート展示とは内側に1、2と高額勢がいまして、3号艇の渡辺は入れての攻めとなってきそうです。水面もかなり下がりました。そして風もごく緩やか、今はホームの向かい風やや左前方からといったところで穏やかな水面コンディションとなっております。変わってカードは第11レース2つ目の準優勝戦、対戦メンバーが1号艇清水敦樹、2号艇石橋道智、3号艇渡辺和正、4号艇平川香織、5号艇山田昭弘、6号艇吉川昭夫、以上6名の対戦です。陰線譲らず主張は1号艇の清水敦樹、仕上がりは平凡でも予選の戦いはドリームを除いてオール2連体安定感たっぷり。2コース2号艇石橋道智、こちらも仕上がり一息ではありますが、スタートとスピードでしのぎます。3コース動いた6号艇が吉川昭夫でスロー3艇、本番奥まで引っ張って、角は3号艇渡辺和正、乗りやすさのある足。5コースに4号艇平川香織、そして6コース5号艇山田昭弘、3対3、進入インコースから1番2番6番3番4番5番でスタートしました。インから好スタートはトップスタート1号艇の清水、一周の1マークへ向かって前後ろたっぷり取りながら張って回って1号艇先前、6号艇握ったのは吉川、内をついて2号艇の石橋で、2番差しから3号艇の渡辺がバックストレッチ抜けました。先頭は独走、早くも4艇身抜けて1号艇清水敦樹、2番手は接戦、6号艇吉川1艇身前、内から詰め寄って2号艇へさきをかけて石橋で、スタートは正常でした。一周2マークをトップ旋回1号艇清水、2番手先取り2号艇石橋を、さあ仕返しの6号艇吉川でホーム側へと戻りまして、先頭は安全圏1号艇の清水敦樹、2番手は2艇身6号艇の吉川しのいで、もう次の3番手2号艇石橋、あとは3艇身相手、最内からは3号艇の渡辺やってくる。2周の1マーク、2番手でもある6号艇吉川の後ろ、握って続く2号艇クロッと3号艇がやってきてバックストレッチですが、2番手リードを広げたのは6号艇吉川、4艇身抜け出して上位3艇が1番6番2番、そこから4艇身相手4番手争いは残る3艇が混戦模様で3番5番4番、2周の2マーク、トップは人気に応えて1号艇清水敦樹、2番手が6号艇吉川昭夫、3番手で2号艇石橋道智も戻って上位体系1、6、2、レースは最終周回へと入ります。ここはインからしっかり踏み込んでトップスタートから押し切りました。1号艇清水敦樹がトップで3周1マーク、2番手は動いて外前から6号艇吉川が守り切って、3番手が2号艇の石橋、上位体系1番6番2番です。1番6番2番この組み合わせは3連単 30.9 倍、1番6番2連単で 12.1 倍を示しています。ラストターンマーク、トップで1号艇清水が戻って、2番手は6号艇吉川昭夫、3番手2号艇単独で石橋道智、上位体系は1番6番2番です。第11レース先頭1番ゴールイン、6番ゴールイン、2番3番5番ゴールイン、ラスト4番がゴールイン。